駅南地区地区計画の変更現下について以上の説明を求めます。議長、再開担当課長。再開発担当課長。それでは報告事項1、虎ノ門駅南地区地区計画の変更を確保現下について報告をさせていただきます。資料ナンバー1をご覧ください。説明に参加しまして、この度、事前配布資料の一部に誤りがあり、資料の差し替えをさせていただきましたことをお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。以後このようなことないように詰めてまいりますのでよろしくお願いいたします。それでは説明に入らせていただきます。本計画は東京圏国家戦略特別区域会議における区域計画素案のうち、東京都における都市計画法等の特例に関わる特定事業に位置づけられ、区域会議の分科会において都市計画案の策定等の諸手続きを進めていくものでございます。 A3 の資料1ページをご覧ください。虎ノ門1丁目東地区のまちづくりについてでございます。まず1、計画地の位置、地区の概況でございます。左側中央の位置図も合わせてご覧ください。当地区は港区の北東大部に位置し、地区北側は東京メトロ銀座線虎ノ門駅に近接しており、外堀通り、愛宕下通り、特別区道第1011号線、1166号線に囲まれた約 1.1 ヘクタールの区域でございます。当地区に隣接する虎ノ門駅は、施設や設備の老朽化が進行し、バリアフリーに対応も十分ではありません。また、地区内は旧耐震建築物が多く、防災性に課題を有するほか、細分化した敷地が集積し、国民の狭い2本の区画道路が存在するため、土地の有効高度利用が困難となっております。位置図に青線で示している虎ノ門駅南地区では、近に定められた町並み再生方針に従って、虎ノ門駅南地区内の整備が段階的に進められており、当地区においては先行する周辺開発と連携し、虎ノ門駅のさらに機能拡充を行うことで、将来的な開発動向を見据えた都市基盤整備に大きく貢献してまいります。次に、交番2のこれまでの主な経緯と、交番3の今後のスケジュールについてでございます。平成24年に虎ノ門1丁目まちづくりを考える会が設立され、平成26年には虎ノ門駅南地区町並み再生方針が作成されました。その後、平成27年に再開発準備組合が設立されています。今年度中に区域計画の認定、これは都市計画決定になりますけれども、令和4年度に工事着工、令和7年度に工事竣工の予定となっています。次に交番4、整備する主な公共施設でございます。右上の配置イメージ図も合わせてご覧ください。まず主要な公共施設として、地区の南西部に広場を整備いたします。また虎ノ門駅側の地上地下に地上駅前広場2号を整備いたします。次に地区施設として敷地中央を南北に貫通し、地上駅前広場2号と広場を接続する貫通通路一部を整備します。また地下1階には駅前広場2号から地上に至る動線として貫通通路2号を整備します。さらに地区東側に広場と地上駅前広場2号を接続するように歩道上空地6号を整備します。また地区南東部に広場と貫通通路2号を接続するように歩道上空地7号を整備します。次に交番後、施設建築物の概要でございます。一覧と合わせて一図もご覧ください。
市街地再開事業の区域は天の一点左線で囲まれた約 1.1 ヘクタールの区域です。敷地面積、建築面積、延べ床面積、使用用途、階数、高さについて概要を、記述してございますので、ご覧いただければと思います。また、資料右下には今回計画している建築物の、イメージパースを掲載しておりますので、こちらもご覧いただければと思います。続きまして7ページをご覧ください。ここからは地区計画の変更原案の内容についてのご説明となります。ページ左側が変更前、右側が変更後の内容でございます。また、資料中下線を引いている部分が変更点でございます。まず名称は虎ノ門駅南地区地区計画、位置は虎ノ門港区虎ノ門1丁目1内、面積は約 6.6 ヘクタールでございます。地区計画の目標は地区の上位計画における位置づけ及び地区のさまざまな課題を解決すべく7ページ及び8ページに記載のとおり大きく3つを定めております。1点目として多様な都市機能が、都市活動が展開される安全安心な街の実現、2点目として人々が行き交う魅力と活力のある街づくりの推進、3点目として都心における緑豊かで環境に優しい街の実現でございます。変更点といたしましては7ページ中央の東京オリンピック・パラリンピックに関する記述において大会名称を、記載するところは記載することとしております。また8ページ中央上部のガイドラインの名称につきまして令和元年7月の改定後の名称に変更しております。続きまして9ページをご覧ください。区域の整備開発及び保全に関する方針でございます。まず公共施設等の整備の方針についてでございます。安全で快適な歩行者空間の確保等による快適な都市空間の形成を図るため記載のとおり3点を定めております。1点目として街区再編に伴う道路の拡幅や公園等の整備、2点目としてバスターミナルや地上および地下駅前広場等の整備による広域的な交通機能の強化、3点目として駅から連絡する地下歩行者通路や地区内ネットワークのネットワーク道路に沿った歩道上空地の整備による歩行者ネットワークの強化でございます。こちらについては変更はございません。次に建物等の整備の方針でございます。街並みの連続性とにぎわいの創出、大規模災害時における防災性を意識した質の高い都市空間の形成を図るため記載のとおり5点を定めてございます。1点目として建築物の壁面の位置の制限を定めます。2点目として周辺環境との調和に配慮した建築物等の色彩の制限を定めます。3点目として沿道のにぎわいの空間を形成するため低層部へのにぎわい施設の導入を図ります。4点目として環境に優しい街人の実現に向け建築物の環境負荷の低減や屋上および壁面緑化を図ります。5点目として災害に強い街の実現に向け建築物の自立性を確保し帰宅困難者のための一時滞留施設の確保を図るものとしております。こちらも変更はございません。続きまして10ページをご覧ください。再開発と促進区でございます。まず土地利用に関する基本方針でございますが営外区は都市基盤を再整備して地下鉄駅と連携したバスターミナル等の交通拠点整備や都市防災機能の向上を図るとともに業務・商業機能を配置することとしております。また B 外区は都市基盤を再整備して虎ノ門駅の機能を拡充や
駅前拠点にふさわしい都市防災機能の向上を図るとともに、業務・商業機能を配置することとしております。今回の変更では、市街区が追加され、都市基盤を再整備し、虎ノ門ビルの機能更新や拡充、駅前拠点にふさわしい都市防災機能の向上を図るとともに、業務・商業機能等を配置することとしております。続きまして、11ページをご覧ください。主要な公共施設の配置及び規模でございます。この項目以降は今回の変更工程を中心に説明をさせていただきます。19ページの計画図 2-1、 20ページの計画図 2-2 も合わせてご覧ください。まず地上駅前広場2号は地区北側の地上1階に位置し、面積は約1500平方メートルとなっております。地下駅前広場2号は地区北側の地下1階に位置し、面積は約1000平方メートルとなっております。こちらは既存の地下歩行者通路を介して B バイクの地下駅前広場1号とつながり、一体的な駅前広場としても機能するものでございます。広場は地区南西側の地上1階に位置し、面積は約800平方メートルとなっております。続きまして12ページをご覧ください。地区整備計画でございます。こちらも19ページの計画図 2-1、20ページの計画図 2-2 も合わせてご覧ください。まず地区施設の配置及び規模でございます。その他の公共空地として、歩道と一体となって快適で安全な歩行者空間を確保するため、歩道上空地6号7号を整備いたします。また主要な公共施設等が接続するように、貫通通路1号、2号を整備します。歩道上空地貫通通路の復員及び延長は記載の通りでございます。次に建築物に関する事項でございます。13ページをご覧ください。地区の区分に市街区を追加しており、面積は記載の通りになっているんです。次に建築物等の用途の制限でございます。こちらも市街区を追加しており、建築物の3階から地下1階までの床面積の合計のうち640平方メートル以上が、物品販売業を営む店舗、飲食店、郵便局、銀行の支店、美容院、貸し衣装やその他これらに類するサービス業を営む店舗とすることとしております。また、法改正に伴い風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条、第1項、第4号、第5号および同条第5項の、いずれかのように供する建築物は建築してはならないと表現を修正してございます。次に建築物等に関する事項でございます。14ページをご覧ください。建築物の敷地面積の最低限度につきまして、市街区は5000平方メートルとしています。次に壁面の位置の制限でございます。15ページをご覧ください。こちらは最初をひらがな表記としておりますが、内容については市街区も A 街区、B 街区と同様の制限としております。次に建築物の形態または色彩、その他の衣装の制限及び壁面交代区域における工作物の設置の制限でございます。どちらも新街区を A 街区、B 街区と同様の制限としております。次にランウェイでございます。16ページをご覧ください。東京都容積率の許可に関する取扱基準について改正後の日付、文書番号に変更しております。
都市再生特別地区の内容に市議会区の地区名称である虎ノ門1丁目東地区を追加しております。その他一部表記の修正を行ってございます。次に方針付図についてでございます。今回の変更となった市議会区と周辺開発との関係についてご説明をさせていただきます。まず赤子方面から虎ノ門ヒルズ A 街区までデッキレベルで歩行者動線が整備されております。これが A 街区において地下歩行者通路につながることにより虎ノ門駅までの歩行者ネットワークが形成されております。またこの地下歩行者通路は現在開発が進行中の虎ノ門1丁目地区虎ノ門2丁目地区に虎ノ門ヒルズ駅を経由して接続する予定であり、これらが事業の完成後には赤坂1丁目方面まで広域につながるバリアフリー度対象の歩行者ネットワークが形成されることとなっております。このような中、市議会区においても外堀等を横断する地下通路を整備することにより既存の歩行者ネットワークが霞ヶ関側まで延伸することとなっております。以上が地区計画の変更原案のご説明でございます。最後に資料にはございませんが、今後の都市計画手続きの流れについてご説明をさせていただきます。地区計画原案の縦覧は9月18日から10月1日まで2週間行いました。また9月18日から10月8日までの3週間都において意見書の受付提出を受け付けてございます。今後意見書を踏まえた案を、国家戦略特別区域会議の分科会で、策定します。これに基づいて都市計画案の説明会を開催し、縦覧意見書の提出という手続きを含んでまいります。その後、港区都市計画審議会、東京都と都市計画審議会を経て内閣府の区域会議に答申し、内閣総理大臣の認定を受け都市計画の決定となる運びとなっております。なお本地区計画に関連する都市計画として都市再生特別地区市街地再開発事業がございます。当地区の都市計画案の手続きにつきましては今般の都市計画原案の報告と同様に当委員会に報告をさせていただきたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。大変雑白ではございますが、虎ノ門駅南地区地区計画の変更原案についてのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら全部ご覧ください。ちょっと聞きたいんで1点だけ、19ページちょっと参考にするけど、10分の20分の A 街区と、C 街区、その間に、まあ、何軒かありますよね。これ下は烏森通りにつながる道、これ烏森駅へ右の方行くと、一丁再開担当課長、再開担当課長、A 街区の北側ですね。北側の道路、うん、直接北側の道路が烏森、うん、それでこのその間なんだけど、これは、はい、愛宕下通りは拡幅するの、ここ院長さんの説明はどっかに書いてある、拡幅するよね、はい、その説明はこれには入ってない。委員長、佐川さんと課長、大変申し訳ありません。先ほど説明の中で、次の案の際には、市街地再開事業が、うん、提案されるというふうにご説明しましたけど、これ地区計画でございますので、都市計画動画は都市計画動画、うん、で地区計画、地区計画ということでかかっています。でそれを、次の17条からは、市街地再開事業で、道路や公園といったものをちゃんとその土地に分けて、うん、で都市計画道路も整備しますという形でのご説明になると思います。その拡幅はどのぐらいかかるの？砂場のところで、砂場の一応再開さんとか、再開さんとか、今回のところの部分で言えば4メートル、4年、はい、4メートル、何年かかるんですか？何年？2か
岡さんだと。あの、今回の事業が先ほど言いました、平成7年ということになっておりまして、で、A ガイプの方も整備を行っています。で、さらにその南側の方でも計画はしておりますけども、あの全体の、都市計画道路の整備自体の、ごめんね、僕 A と C の間だけ聞きたい。A と B の、あ、A と C の間ですね。うん、でこちらについては、あ、委員長さん、あの、こちらについては今あの地元の皆さんがお話し合いをされているというふうには聞いてございますけれども、うん、あの具体的な事業化があの、まあ、先に進んでいるというふうにはあの聞いてください。それは何らかの形であれがあるのか。我々にはあの委員長斉賀さんとかあの都市計画手続きに入るということであれば、うん、委員会の方にご報告することになります。うん、あの要するに克服するということでもう店舗動いてる人もいるよね。ああ、うん、そういう張り紙をしてあるわけ店舗にも。いやあの頭下通りが克服するのによって引っ越しましたと。だから決まってるんでしょ。委員長、斉川さんとご一緒。あの今のお話は、都市計画道路を直接東京都が事業化して事業認可を取って事業を成功しているんだと思います。はい、それはいつかっていうのはここでは承諾してない。はい、あの承諾はしてございます。はい、いつからいつっていうの分かったら、はい、内緒で教えて。はい、そうした。他にございますか。そこに、まあ、市街地再開発はこれからってことなんですけど、まあ、準備は当然進んでるわけですよね。その中心企業ってのはどこなの、まあ、参加組合員あるいは事業協力者ってのはどういうこと。委員長、再開発担当課長。再開発担当課長。幹事企業は、日本土地、建物株式会社、それ以外に、UR 都市機構と、住友不動産株式会社が事業協力者として、います。でこの地区計画の変更なんかについて、あの町づくり検討委員会がありますよね、あ区の町内の。そういうところの議題にはなるんです。委員長、斉川担当課長。斉川担当課長。はい、あの当然、まちづくり等検討委員会のご事例となっております。これについて何回ぐらい開かれたの。委員長、斉川担当課長。斉川担当課長。この物件に関しましては、3回ほど開催しております。委員長。主な中身ってどんな議題というか。委員長、斉川担当課長。あの主な議題はあの先ほど来ご説明をしておりましたこの都市計画を定める中身ですね。どの部分、まあ、今回の場合は、中央部に2本の駆動がございましたので、その駆動が再配置をされて、南側の、広場として、整備されることと、一体となった、建築物とそれから、先ほど申しました、虎ノ門駅の地下広場とそれから、北側の霞ヶ関方面に伸びていく、地下通路と、駅を一体的に整備するとこういうこと等が議論されているということです。その開かれた日取りとそのあのあいいんですよ今じゃなくていいんですけど開かれた日にちと、その議題っていうのは、資料としては出せるんですか。委員長、斉川担当課長。担当課長。解散日につきましては、分かりますので、お答えできると思いますが、解散日の、次第については、保存年限が確かに1年だったと思いますので、古いものについては残っていないということだろうと思います。はい、でその残っている部分でいいんで、日取りいつ開かれたのかというのと、処分しちゃったらもう、はい、出せって言っても、まあ、パソコンに入ってるんでしょうけど出されるところ出せるところで結構なんで、その議題っていうか、それをぜひ資料で後で結構なんで出していただきたい。
以上、草川さんと場所を承知いたしました。委員長、片見で、この土地の所有者ってのは何ぐらいいらっしゃるの？委員長、草川さんと課長、佐藤課長、土地所有者は、総数で、50名、それから借地権者が8名となっています。委員長、風見、まあ、50名と8名ということなんですけど、最小面積の方ってのはどれぐらいの方なの？個人で、まあ、法人じゃなくて結果なので個人で。斉川さんとか長、個人の方ですけども、共有の自分で、最小の方は 9.08 平方メートル、単独でお持ちの方の、最小の面積と言いますと、13.68 平方メートルというふうになります。でその、まあ、市街地の数の関係の同意の状況というのはどんな状況なの？委員長、斉川さんとか長、同意の状況でございますけども、先ほどこう所有者と借地権者に分かれていましたので、所有者50名に対して、同意されている方が 39.5 名、同意率は、79% になってございます。それから借地権でございますけれども、8名の方のうち7名が、同意していただいておりまして、同意率は 87.5% になっております。これら合計した数が、総数として、権利者が、58名、同意された方が 46.5 名、同意率としては 80.2% となっております。委員長、さらに、まあ、それの個人と法人と、まあ、一緒にした数字なんですけど、はい、権利者で、いわゆる所有者で個人の同意にしてどれくらいなんですか？委員長、斉川さんとか長、佐藤課長、所有者で、個人の同意率でございますけれども、権利者数は 26.5 人で、同意した方が 19.03 人、同意率は 71.7% となっています。同意率が 71.7 と、まあ、これから実際組合に向かって進む段階で、まあ、もっと話し合いが進んで増えるのかも分かりませんけど、71.7 というと決して高い数字じゃない。私は今までの港区の姿勢からすると低い同意率だと思うんですよね。でこういう段階で、もう地区計画決める、で次は市街地再開発の設立に向けてっていう、こういう進み方で本当にいいんでしょうかね？委員長、斉川さんと課長、冒頭の説明でもお話をしましたけれども、この地区の特性として、やはりですね、老朽化した建築物が、でなおかつ小さい土地の持ち主の方がたくさんいらっしゃって、実際の問題としてこのそれぞれのところで建て替えをして、まあ、引き続き未来に向かって資産を維持していくというのはなかなか難しい状況にあるというふうに理解してございます。で同様に、まあ、地区内の皆さん、まあ、先ほど個人の方では 71.7% というふうにのご指摘でございますけれども、まあ、地区内の皆さんとしては、全体として、そうした資産をですね、統合して、共有した共同の、施設建築物に建て替えることによって、将来にわたっての資産を維持していきたいということで、考えられて今回の地区計画の提案になっていると。いうふうに理解してございますので、まあ、委員ご指摘の点につきましては引き続き残っている、権利者の皆さんには、合意は形成が得られるようにですね、準備組合を適切に指導してまいりたいというふうに考えております。委員長、さらにただいずれにしても組合が設立になると、まあ、同意してようがしてまいが、まあ、組合強制的に組合になるわけで、まあ一緒に事業を進める場合はもう組合に残るわけですけど、まあ、そうでない場合はもう手放していくしかないわけですよね。そうすると、まあ、国家戦略局ってことで
まあ、国際協力に、国際協調力に強い町を作るんだって、まあ、これはこれで、まあ、国が目指すのはいいんですけど、でそこに本当に今のままでいいと思ってる人もいるわけで、そこの人を巻き込んでね、強引にやるっていうのは非常に問題だと思うんで、ですから、まあ、先ほどちょっと触れましたけど、これから組合設立に向かっていくわけで、本当にその人たちがやっぱり同意と納得を得た上でね、やっぱ進めるっていうか、ここは基本にね、まあ、ぜひ区の指導の立場としてね、やっぱそこはしっかりと立っていただいてね、やっぱやっていただく、これが非常に大事だと思うんですよ。本当に小さな人たちは巨大なビルができても本当にわずかなところしか持てないわけで、どうだったらそこに残れなくて結局売って、まあ、どっか遠いところに、まあ、なかなか港区でね、それぐらいの小さな所有権持ってて別のところに所有するって非常に大変なわけで、結局まあ、長年住み慣れた、あるいは長年同じところでずっと事業をやってきたね方々がやっぱり転出せざるを得ないって、やっぱこういう結果になったら本当に街がきれいになって今まで住んでた人がいなくなったって、これで本当に市街再開事業としていいのかっていうことにもなるわけで、街がきれいになる以上にやっぱり前からいた人たちがきちっと生活再建が成り立つって、やっぱこういう仕組みにしていかないとね、それはまずいっていうの思うんですよね。再開時にはいろいろ言いたいこといっぱいありますけど、本当に少なくともそこに住み続けたいと思っている人たちが追い出されることがないような区の指導というのは非常に大事なわけだと思うんですよね。で、ここにさっき聞いたら巨大な企業がね、3社入っているわけで、そこの人たちにきちっとそういう人たちの生活再建をきちっと守れということで、ぜひですね、強力に引き続き指導してもらいたいと。それはよろしいですか。委員長、高田さん、高田課長。先ほどもお答えした中身になりますけれども、ま、それぞれの皆さん、個人の権利者の皆さんでは、なかなか建て替えが、まあ、進まない、なおかつ、まあ、建て替えるためにはそれなりの資金が必要で、まあ、そういった意味ではこの町の中の今の課題、最大の課題は、そういった意味では建物を建て替えるということが重要だったんだろうというふうに思います。で、委員ご指摘の点でございますけれども、まあ、ご指摘の通り、大きな不動産会社が何社も入っておりますので、皆さんで、よく話し合いをして、それぞれの皆さんの生活再建がなされるようにですね、引き続き努力するように、参加組合になる事業協力者の方を適切に指導してもらいたいというふうに思います。委員長、ぜひその点はですね、しっかりお願いしたいと。もう一点だけお聞きしたいのは、計画書の中の、先ほど課長の説明にあった13ページに、用途の制限が記載されてて、まあ、風営法が、まあ、これは新旧はね、古い法律が、まあ、新しく名前が変わったということで、まあ、引用条文が変わってるわけですけど、まあ、ここで全部いわゆる風営法で禁止しているものが全て禁止されているかというとそうじゃないんですよね。で、まあ、キャバレーだとかいろんなことが認められるっていうこの中身ではそうなっているわけで、それがなぜ全面的に禁止をするということにならなかったのか、あの界隈は国家戦略トップでこういうふうにやるんだからそれに習ったと、まあ、こういうことなのか分かりませんけど、その辺がこの町づくりのいわゆる協議会の中で話題にはなってないんです。委員長、再開担当課長。再開担当課長。まあ、この地区計画自体が先ほども説明しましたように、この外区を除いたもっと大きい外区でかけられていて、でその中に書かれているその用途規制がこの中身になってございますので、まあ、この地区としても、この地区計画の中身に合わせて、まあ、同じような、規制の中身になることになろうかというふうには思います。ただ、市街地再開事業の、事業の中で地元の皆さんが話し合って考えられている事業計画としては、そういった風俗営業に該当するような施設を入れて、まあ施設建築の中に入れて計画するということは考えてないということを聞いてございますので、まあ、委員のご指摘は、まあ、地元の皆さんとしては
そういったものを望んで建物を建てようとしているわけではないというふうになるかと思います。だからそういうのをもともとやらないんであれば、きちっと規制をするっていうことはあって、しかも、まあ、全体でかかってるから、うちもそれに習うんですよっていうことじゃない、だってそこを単独に事業としてやるわけで、そこはそこでしっかり皆さんで合意できれば、第2条の1項から始まってね、すべての部類を、まあ、風営法関係は全部ここでね、しっかり押さえてるんですけど、まあ、キャバレーだとか、麻雀だとかなんとかっていうのは、やってもいいような仕組みになってるわけですよね。だからそれが本当に参加する皆さんが、まあ、そんなこと絶対入れませんよと、まあ、これはこれでお気持ちはよくわかるんだけど、だそうであればそういうのも禁止しますよと、制限の中でしっかり、私は歌う方がね、なお一層皆さんの気持ちに合うわけだと思うんだけども、その辺から単独にここの外部だけやるとかっていうのはできないんですよ。委員長、再開さん、高長。再開さん、高長。地区計画は全体にかけてございますので、まあ、方針としてその考え方が示されています。で、その、今、市街地再開事業でかなり大きなグリッドになって事業化されている部分については、そういうことなんですけども、例えばこの地区計画の中にあっても、個人もう少し小規模で合築しないで建てるという場合もケースとしては当然あろうかと思います。でそれらが全て一律に議員がおっしゃっているような状態で、まあ、合意が取れるのかと言われれば、それはそれでまた別 の観点になるのかなと。したがって、まあ、私どもとしては、全体としてはこういう、このあれですね、1号の4と5と、それから5号に掲げるものということになっていますけれども、建物、施設建築物を作るときには、そういったものを予定しないというような形でしか、ちょっと現時点では、まあ、対応が困難な状況であるということです。ちょっと言ってる意味がよくわからないんだけど、この外区で、このビル以外に他のものを建てるってことはありえないわけですよ。今、そんな話ですよね。委員長、才川さん、副課長。先ほど言いました、この A3 の資料でいうと、今回はそのピンクのところが議論になっているわけですけれども、青いところで囲まれている全体が地区計画のエリアになっている。ですので、その全体の地区計画の考え方としては、こういうものを踏襲せざるを得ないと。その中にもう入っちゃってますよ、方針として。で、それに基づいて、今は具体的な整備計画を作って、こういう建物を建てますということで、今回、整備計画の案が出ているということでございますので、まあ、その元になっている大きな方針に合わせて、がしかし、その実際に地元の皆さん、その、ここで言うと、虎ノ門1丁目東地区の方は、そういうものは望んでいないので、当然、市街再開事業の都市計画決定の時の設計事務の内容には、そういったものは出てこないことだろうというふうに考えているというふうに答弁させていただいたわけです。はい、以上。ただ少なくとも、AI、確かにこの南地区全体の地区計画なんだけれども、それぞれ A 外区、B 外区、C 外区によって、それぞれ方針が違うわけですよね。ですから、まあ、たまたまこの用途の制限っていうところが、まあ、A 外区、B 外区、C 外区一緒だけども、これを分けることってのは可能なんですか。委員長、再開されました。論理的にはできないことはないと思います。そこの部分だけ、そこに線が入って、その他の地域とそこが違う規制になるということはあるかと思いますけれども、全体の地区計画ですので、今度はそういうふうにすることでいいのかっていうことが、周りの人も合意をしないとできないということにきっとなるんだと思いますので、まあ、当初、設定されていた地区計画の一定のものの考え方の中を踏襲しながら、実際の施設建築物では、きちんとそういうものは作らないという形での合意を形成していくという以外に、まあ、現時点では私どもとして具
具体的か現実的な流れとしては、そういう取り組みしかなかったということでございます。私は地区学が出てくるといつもこの風営法のことを取り上げているわけで、まあ、だから実際本当にできないのかどうかってもう少しちょっと研究もしてもらってね、で皆さんが本当にキャバレーもマージャンがもういらないんだということでみんなが合意するんであれば、そしてこの計画の中に地区計画の中にはっきり歌う方がね、私は本当にすっきりしてると思うんですよ。でだからそこはちょっとぜひ研究もしてもらって、まあ、どういう形でできるのか、本当にできないのかどうかということを含めてちょっと研究をねしていただきたいと、これをお願いしておきたいと思います。院長、それから担当課長、研究課題として取り組みさせていただきます。はい。はい。他にご質問ございますか。はい。他になければ、報告事項1、虎ノ門域南地区地区計画の変更現在についての報告はこれをもって終了いたしました。次に報告事項2、西畑三丁目白桃地区市街地再開発組合の設立日課について、理事長の説明を求めます。委員長、再開発担当課長。再開発担当課長。それでは報告事項に、西麻布三丁目、北東地区市街地再開発組合の設立委員会について、ご報告をさせていただきます。資料ナンバー2をご覧ください。本件につきましては、3月30日開催の当委員会におきまして、西麻布三丁目、北東地区市街地再開発組合の設立認可申請についてでご報告をいたしましたが、いたしました。その後、東京都の審査、所定の手続きを経まして、この度、9月10日付で、東京都知事による、組合設立認可がなされましたので、本日ご報告するものでございます。1ページをご覧ください。東京都知事による、市街地再開発組合、設立認可書の写しになってございます。続いて2ページをご覧ください。東京都広報法の写しになっています。続いて3ページをご覧ください。当地区のまちづくりについての参考資料でございます。計画地の位置、区域の該当や施設建築物の概要につきましては記載の通りでございます。資料左側中段の交番さん、今後のスケジュールをご覧ください。今回の組合設立認可を受けまして、今後令和4年度中の権利返還計画の認可を受けまして、令和4年度に工事着工、令和8年度に工事竣工の予定となっております。ことといたしましては、引き続き関係権利者の理解を得た上で事業を進めていくよう、組合を適切に支援、指導してまいります。大変残酷ではございますが、西麻布三丁目北東地区市街再開発組合の設立委員会についての説明は以上でございます。説明を終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。委員長。かなり。これも先ほどと同じように、まちづくりの検討委員会が開かれているのであれば、それの、まあ、日付とまたあれを調整していただきたいと。それは後で結構ですね、お願いしておきたいと思います。でこの同意率というのは、実際も組合設立されたわけで、その時点での同意状況とはどんな状況なんでしょうか。委員長、再開発担当課長。再開発担当課長。同率でございますけれども、所有者、それから借地権者、合計という形でご説明をさせていただきます。所有者でございます、総数は、27名、同意していただいた方が 22.29 名、同意率は 82.5%、57%、それから借地権者でございます、総数が10名、同意していただいた方が 9.58 名、同意率につきましては 95.80% になっております。合計でございます、権利者総数が37名、同意者数が 31.87 名、同意率については 86.14% になっています。全体的には 80% 超えてるわけですけど、どういうわけか、やっぱり区分所有者のところがやっぱり同意が少ないわけですよね。まあ、これマンションだと思うんですけど、その辺の状況ってのはどんなんですかね。
っぱなかなか同意ができないっていう中身なんですよ。委員長、再開担当課長。担当課長。マンションにおける区分所有者の方々の、同意数が、まあ、原因がなんで同意数が上がってないのかということについては、ちょっと私ども、もう分析はしてございませんので、ちょっとお答えのしようがないというのが本音でございます。委員長。いずれにしても、その人も組合、先ほど話したんですけど、組合が設定されたわけで、まあ、組合に入るか、まあ、出ていくか、まあ、どちらか、まあ、2社択一しかないわけですよね。ですから、そこが置いてけぼりされないようなやっぱり対応というのは、当然、区側からも、まあ、強くやっていただきたいと思うのと、そしたらここの借家が多いんですよね。ですから、まあ、中の人たちは、大家と、まあ、借りてる方の、まあ、民民の話なんで、区としては、まあ、直接はタッチできないんでしょうけど、まあ、かといって、その人たちが、まあ、ずっとあそこに住んでて、商売やったり、いろいろしてるわけで、まあ、その人たちが、まあ、これを機会に、まあ、いなくなっちゃうことがないようなことが一番望ましいわけで、そこはしっかりやっぱり組合に対して、行政側としても指導するっていうか、そこを最後まで責任持って対応しろよっていう、だから区も耳の話なんで、全然知りませんよってことじゃなくて、そこをしっかりと見守るっていうかね、そういう対応を私は必要だというふうに思うんですけど、その辺もいかがでしょうか。再開担当課長。マンションの同一の問題はいろいろあるかと思うんですけども、まあ、これは想像になりますけど、マンション自体は、まあ、床以下の比率で、まあ、検定をされることにイメージとしてはなろうかと思います。で取るべき場所がどこになるかによって、まあ、新しい建物の方の価値が大きく異なりますので、まあ、それがイコール天変比率に関係をするということで、まあ、どこを取りって、狭くなっちゃう、どこを取ると広くなるという関係もありますので、まあ、実際の具体的な権利返還計画の時でないと最終的なきちんとした合意はなかなかなされないのかなというところは承知しております。それから、借地権の方に関しまして、借家にですね、借家の対応でございますけれども、都市再開発法のですね、67条に基づく借家人等への説明会は10月に行ったというふうに聞いております。でここで事業概要やスケジュール等についての説明をしております。でまあ、そういった意味では借家人の方に皆さん全部同じように情報を提供して、これからこういうふうに事業が進行していきますということはご説明しています。今後退去を希望する借家人については組合が個別に対応をしますが、最後に大家さんと一緒に、まあ、戻ってきて入るというケースの場合については、まあ、家賃等の契約条件についての中身になりますので、大家さんと、それから大家さんとその借家人の方でまだ別の個別の協議をしなければならないということになるかと思います。で、まあ、先ほど繰り返しになりますけれども、退去される方についてはそういった事業スケジュールをご説明して、組合が個別に、それぞれの借家人の方とお話し合いをすると。でまあ、私どもとしては法令等を遵守して適切な対応をするように、組合を申し出してまいりたいと思います。はい、実際商売もね、戻ってきてっていう再開発のビルの中でできる商売とできない商売と非常にあるわけで、それでものすごくご商売という方は難しいんですよね。そういう実態の中でやっぱり本当にその人たちのまあ、その事業はもしやらないにしても、まあ、他の形で の, 生活再建の道は当然なければ困るわけで、まあ、そういうことも含めた対応ぜひですね、区としてもしっかり見ておいていただきたいと、まあ、これはお願いしておきたいと思います。他にご質問等ございますか。はい、他になければ東北地方に西麻布3丁目北東
目事項3、小山町西地図市街地再開発組合の設立認可についてのご報告をさせていただきます。資料ナンバー3をご覧ください。本件につきましては、先ほどの件と同様ですけれども、3月30日開催の当委員会におきまして、三田小山町西地区市街地再開発組合の設立認可申請についてご報告をいたしました。その後、東京都の審査、所定の手続きを経まして、この度、9月10日付で東京都知事により、組合設立認可が、設立が認可されましたので、本日ご報告書のものでございます。1ページ目をご覧ください。東京都知事による市街地再開発組合設立認可書の写しでございます。続いて2ページをご覧ください。東京都広報の写しでございます。続いて3ページをご覧ください。構築のまちづくりについての参考資料でございます。計画地の技師、地区の代表や施設建築物の概要につきましては記載の通りでございます。資料左側下段の交番さん、今後のスケジュールをご覧ください。今回の組合設立委員会を受けまして、今後、令和4年度に権利返還計画の認可を受けまして、工事着工し、令和8年度に工事完了の予定となってございます。区といたしましては、引き続き関係権利者の理解を得た上で、事業を進めるよう、組合を適切に支援、指導してまいります。大変雑把ではございますが、小山町西地区市街地再開発組合の設立認可についてのご説明は以上でございます。はい、説明は終わりました。とりあえず次に入ります。ご質問等ございましたら、準備の発言願います。委員長。玉木。広場についてなんですけども、今3件報告受けていて、虎ノ門の方が、公共管理と民間管理という広場があったんですけども、西麻布と今回の三田小山町に関しては、そういう記載がないんですけれども、広場 その公共管理と民間管理というものについてちょっと教えていただけますでしょうか。委員長、斉川さん、担当課長。担当課長。虎ノ門1丁目東につきましては、先ほどご説明しましたけれども、区道が2本、東西に渡る区道がもともと重点にございました。でこれを、権利返還ということで、南側の先ほどの公共管理の広場というところに、道路用地として、集めて、外区を作ってございます。で、西麻布3丁目につきましては、補助10号線の道路拡幅が主要な課題となってございましたので、こちらの方の道路拡幅による減幅が非常に大きいということで、広場については、民間管理の所有管理の広場というふうに言っています。それから三田小山町につきましては、こちらも、中央部に、広い道路を設置して、なおかつですね、讃岐会館があったところに、区に移管をする公園を作ることになっています。で、これによる減幅が非常に大きいということもあって、広場については、民間所有、民間管理という形でのお設定になっているということでございます。ありがとうございます。広場に関して、みたいに関しては、広場公園が隣接する状況ではないんですけど、隣接する場合はいつもこうどう管理されるのかっていうのが気になっているわけですけれども、今回の三田小山町に関してはこの、古川沿いの広場っていうところで、ぜひこういうオープンスペースが古川のこうにぎわいにつながればいいなと思うんですけれども、再開発組合の方で何かこの広場の活用等に関して考えとか、どのような管理をされていくとかっていうのはあるんでしょうか。委員長、斉川さん、課長。こちら、古川沿いの広場につきましては、基本的には古い護岸をですね、整備して、新しい護岸を作ることによって、耐震性を向上させることと、それから古川に近接して家屋がずっと密集していましたので、その部分にこれだけの広場の
空間を作ることによって、古川とそれからその内裏、内側の土地の、まあ、浸水性といいますか、視覚的にもこう開けたような空間を作るということを目標に地区計画を定めたというふうに聞いてございます。今後の広場の活用方法については、まあ組合の方とですね、それから事業協力者も含めて、今後協議検討していくことになるというふうに思います。アパートのところの公園を見たんですけども、公園があってその隣は、まあ、民間管理なんですかね、広場というところで割とこうほんもりした緑地が広がってるんですけども、まあ、いろんな人がこう自由に入れるような雰囲気があったので、まあ、できればこの小山町のところも、ね、そういう人がにぎわい、にぎわいというか出入りができて行けるような形での計画というのをお願いできればと思いますので、近所、佐川さんとか、はい、地区計画で、広場というふうに、まあ、書いてございますので、不特定多数の人が、自由に往来ができるということはこれも第一原則になってございますので、まあ、それに合わせて、まあ、地元の皆さんや周辺の皆さんと何かそういうイベントやそういうものに活用できるか、取り組みができるかどうかは組合の方と十分協力してまいりたい。これも街づくり検討委員会の資料をぜひまとめていただきたいです。でこれ住宅棟が A 棟、B 棟、C 棟とあるんですけど、これ住宅によって何か種類があるんですか？土地を持っている方々の、住宅が、まあ、専用とか、そういう分けってんでしょうか？委員長、佐川さんと課長。佐川課長。この中で言えば C 棟がですね、権利者住宅ということで、一応優先的に配置をしようというふうに考えています。佐藤美。住宅全体は何、これ見ると1453戸という書いてあるんですけど、これは権利者住宅も含めてという理解でよろしいんですか？委員長、佐川さんとか、その通りでございます。佐藤美。今、今度赤羽小学校が建て替え、ということで、今度東観光のところにもなんか千何百戸という住宅ができる、ここも1500近くできるっていうんで、まあ、人口の試験で、まあ、子どもたちがどれぐらい、まあ、発生するかっていうのは、まあ、多分計算もされてると思うんですけど、それは教育委員会との協議とかっていうのは済んでるんでしょうかね。委員長、佐川さんとか、佐川長、この計画はご承知の通り、相当前からずっと計画をしておりまして、まあ都市計画手続きで都市計画決定される時点で、教育委員会とも、には、お話をしておりますし、適宜情報もお伝えして、現実点にしているというふうに考えています。新しい学校ができて教室が足らないなんてことがなったら困るんで、なんか聞いたところによると今全部3クラス で考えているのが4クラス用にとかって言ってて、本当にこんな2つできて大丈夫なのかなって心配があるんで、その辺ももう一回ちょっと教育委員会でよくどんな状況かっていうのを掴んどいてもらうといいと思うんですよね。実際これから始まるわけで、せっかく作ってね、また足りませんってことになったら困るわけ でこれからやっぱり32学級っていう少人数学級に進むわけだから、そういうのを見越したね、やっぱ教育性格設計でないと困るわけで、それよくちょっと教育委員会でもう一回よく話をしていただきたいというのをお願いしておきたいと思うんです。で、ここは同意率、同意の状況というのはどんな状況なんですか？委員長、佐川さんと課長。佐川課長。同意率でございますけれども、所有権者、借地権者、合計という形でご説明をしたいと思います。所有権者総数で170名、同意者数でございますけれども、122.22 名で、同意率が 71.89%、借地権者でございます、権利者数が6名、同意者数でございます6名、
同意率は 100% になります。総数点であります。権利者数が176名、同意者数が 128.22 名、同意率は 72.85% になっています。で私非常に気になるのが個人の方々なんですよね。で、まあ、権利者数が 151.08 で同意者数が 105.39 ですから、まあ、端数取ったとして大体40数名の方々が、まあ、同意をしてないと。でやっぱ組合が発足とこうなってるわけですよね。本当に個人だけやる個人の土地所有者のリストでいくと 69.76% なんですよね。ですからこんなままで本当に進んでいいのかっていう非常に私は心配で、あそこ本当にもう流れで住んでる方が圧倒的に多いわけで、まあ、小さい県でもいっぱいいるわけですよね。なんでこんな 70% いかないような状況で、組合設立ですと。ということになったんでしょう。委員長、斉川担当課長。担当課長。県議者の方の中にはですね、市街地再開発事業そのものの中に入って、床をに返還される、まあ、共同施設建築物の中に返還されるということを、望まれない方が、まあ、かなりいらっしゃる。まあ、そういう意味では、その、まあこの中の用語では転出というふうに言っておりますけれども、同様に、まあ、戸建ての建物であったから地区外の戸建ての建物に、得たいというふうにお考えになっている方もたくさんいらっしゃるというふうに聞いております。で、まあ、そういう方々 にきちんと対応するためには組合を設立してそれに見合う対象物件を適切に探してきちんと合意でお話し合いをして合意をする必要があるので、まあ、そういう意味では、組合設立をすることが、双方の合意形成を図る上では、非常に重要だというふうに考えたのが一点です。それから反対をされている方も含めてですけれども、この小山町が、都市計画決定された最大の理由は先ほど古川の浸水護岸を修復しますというお話をしたんですけれども、まあ、どうしても古川のが、まあ、川が増水した場合の、まあ、浸水の被害を受けられるエリアが非常に大きいエリアがこの小山町の中にはあるということもあって、共同施設建築物を建てる市街再開事業によって護岸の修復はもちろんのことですけれども、より安全な、都市を作るということに主眼を置いて、老朽化した建築物の建て替えが、まあ、都市計画決定をされたことによって、ここのものではなかなか守らない状態になっておりますので、できるだけ、話し合いが、スムーズに円滑に進むように、一歩前進をして、組合を作るというところに、舵を切ったものでございます。小山町の浸水はもうないと思うんですよ、ね、一応やっぱり古川の下に、まあ、調整通知を作って、まあ、50ミリ対応なんでね、私はもっと今のまで間に合わないんで、もっと延伸っていう話もしたことがあるんですけど、まあ、とりあえずは小山町に古川が氾濫して、まあ、浸出するっていうのは、まあ、万が一あるかも分かりませんけど、今のところはそんなに護岸が崩れるかどうかっていうのは、これまた別問題ですけど、一睡するっていうのは私はないと思うんでね、そこはぜひ訂正してもらいたいっていうことと、あとここ事業協力者なり参加組合員って どんなところなんですか。委員長、参加さんの会長。参加会長。参加組合につきましては、三井不動産というレジデンシャル株式会社、日鉄工場不動産株式会社、三菱地所とレジデンシャル株式会社、首都圏建築公社になっております。
先ほどの同意してない方々が、まあ、自分の一軒家に住んでて、でやっぱそれと同じような形で区内に同等の建物って話があって、まあ、今お話聞いたらほとんど、まあ、大手不動産なわけですよね。ですから、まあ、その人たちの本当に要望に応えるっていう力はどこも持ってるわけで、ですから本当にその人たちのしっかり願いが実現するような、そこ本当にしっかりしないと、もうどんどんどんね、事業が進んでそっちは後回しですよってことになったら、一番割り欲っていうかね、変なことになってしまうのは、やっぱりその同意しなかった人たちなわけで、やっぱ同意しない理由がきちっとあるわけですから、やっぱそこの人たち の願いがしっかり生きるようにですね、強力に組合の方に引き続き協力を指導をね、ぜひお願いしたいっていうのと、ここはやっぱり小さな借家人もいっぱいいるわけですよね。だって180か200近くの方々がいるわけで、この方たちの生活再建でも非常に大事なわけですけど、この辺の状況って分かります？委員長、斉川さんとか長、斉川課長、こちらの方につきましては、同じように借家人の説明会を開くというふうに聞いておりますけれども、現時点ではまだ開催はされておりません。年内は開催はされないということで、来年以降には開催がされて、先ほどと同様に皆さんにきちんと説明をして、個別にお話し合いをしていくということになろうかというふうに思います。かなり対象者が多いんで、まあ、コロナのことがあってなかなか一堂に会してって難しいのか分かりません。やっぱり個別にっていうのは非常にね、問題なんで、やっぱりみんなが一堂に会してやっぱり説明会を受けて、やっぱり自由にこう意見が言えるようなやっぱり中での説明会っていうのは大事なんで、そこはしっかりですねやるように、まあ、引き続き組合の方にもお願いしたいと思うんです。でもう一点まあ、今小山町の再開発がなって、まあ、ビルがいっぱい建ってるわけですけど、まあ、マンションがいっぱい建ってるわけですけど、バス通りの風がひどいんですよね。でちょうど反対側に会社のディーラーがあって、まあ、その前に止まった、まあ、ベンツの上に、まあ、区の樹木が折れて、まあ、ベンツの屋根に傷つけてね、損害賠償っていうんで、まあ、先決処分が議会にも出ましたけど、本当に私はそこのバイクでよく通るんですけど、そんなに風がなくてもバイクがこう持っていかれるような、まあ、そういう場所なんですよね。まあ港区にいくつかそういうところあるんですけど、で今度一の橋までそういう風が吹くようになる、ちょっと心配なわけですけど、この辺の風の対策っていうのは当然、まあ、考えてると思うんですけど、それで分かります。まあ、環境影響評価なんで課長のところじゃないのか分かりませんけど。委員長、斉川さんと課長、環境アセスメントにつきましては、きちんと、それぞれの所定の手続きを踏んで、風については共同実験を行って、実証を検証をしているというふうに聞いてございますので、まあ、前回の民間の申請の時も委員に、風の問題についてはご指摘をいただいていますので、その内容については、その当時は準備協会でしたが組合の方に適切に説明をした指導して、風関係の改善に努めるよう、引き続き指導しています。既存の小山町の開発のところで、いわゆる植栽でね、風を少し和らげるっていうんで、結局植栽植えたりも植栽が倒れちゃったっていうこともありましたんでね。でちょうど今の駆動のところを風が抜ける危険性があるわけですよね。で、まあ、そういうビルの配置もそういう風のことを考えて配置したのかどうか分かりませんけど、起きてからじゃ間に合わないんですよね。さあぜひですね、そこももう一回まあ、当然、周辺のビルも一緒に考えた上で、環境影響予測もやってると思うんですけど、実際の
これ自己評価 やっても、実際我々が感じるのと全然違うんです、実際の風ってね。だから本当にあの風対策しっかり、環境影響評価で、まあ、シミュレーションやってこうだったから それでいいっていうことにしないで、まあ、ぜひですね、植栽するんであれば本当に、従来の植栽だけでも足りないんであればそれをもっと増やすなりですね、いろんな工夫をした上でね、やらないと、まあ、できてからじゃ間に合わないんでね、まあ、そこぜひ、組合の方にも協力に再度申し入れていただきたいと。いかがでしょう。委員長、坂井さんと会長。樹木のが倒れたことについては私も承知しておりますので、委員ご指摘の、東側の おそらく駆動、南北方向の駆動の部分だと思います。でこちらについてもきちんと再度、評価書の中身をですね、精査をして、より安全な状態、快適な状態になるように、対応することを、チェック指導していただきたいというふうに思います。重ねて本当にこう小さな建築がいっぱいいるわけで、その人たちが本当に街はきれいになったけど長年住み慣れたこの港から提出って、まあ、こういうことがないようにですね、ぜひ強力に組合にもですね引き続き区としてももう授業するんだから知りませんよってことないようにきちんと対応していただきたいと、それ最後にお願いしておきたいと思います。それでは、報告事項4、浜松町1丁目地区市街再開発組合の開催について、ご報告をさせていただきます。資料ナンバー4をご覧ください。本件は浜松町1丁目地区市街地再開発組合の解散が認可されましたので当委員会に報告させていただくものでございます。資料1ページをご覧ください。解散認可書の写しでございます。次に資料2ページをご覧ください。東京都広報の抜粋の写しでございます。次に資料3ページをご覧ください。高知区の街づくりについてでございます。はじめに計画地の位置、地区の概況についてご説明させていただきます。紙面中央上段の地図をご覧ください。途中左上の JR 山手線の線路の西側に位置する赤い線で囲われた区域が当地区の事業区域でございます。当地区は浜松町駅からイタリア街、汐留に続く町の結節点になりながら、事業を着手前は小規模な敷地に建築された低層建築物、非耐火建築物、昭和40年代以前に建築された建築物が存在し、土地利用の更新が進んでおりませんでした。そのため、地区の再編による土地利用の活性化が推進されるとともに、快適な歩行者空間が整備され、浜松町駅からイタリア街に続く周辺地域とつながる街づくりが実現されたというふうに考えております。続きまして、これまでの主な権威についてご説明いたします。紙面左中段の交番2をご覧ください。当地区の組合は平成24年7月に設立認可されております。平成27年3月には本体工事を着工し、平成31年2月に工事を完了の上、令和2年9月に解散認可が下りてございます。続きまして、当地区で整備した主要な公共施設の概要についてご説明いたします。紙面左下の交番3をご覧ください。当地区では都の事業では当地区北側を除く3本の区道に歩道を整備しました。また敷地の西側には公園と歩道上空地、広場上空地を一体的に整備し、快適な歩行者空間も
が確保されております。でさらに敷地の北側、南側、東側にも、5メートルもしくは2メートルの歩道上空地を整備しております。紙面、右下には、公園の写真を掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。で最後に施設建築物の概要についてご説明いたします。紙面中央下側の交番4をご覧ください。施設建築物の規模についてはご覧の通りでございます。使用用途は住宅、事務所、店舗、子育て支援施設、地域活動施設でございます。以上、甚だ雑談ではございますが、浜松町一丁目地区牛ヶ市再開発組合の会社についての説明は以上でございます。説明は終わりました。これより次に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。ナナミ、この組合設立時の同意状況というのはどんな状況だったんですか。委員長、再開担当課長。担当課長。現在は合計で言います。所有権が同意率だけ申し上げます。所有権者につきましては 83%、借地権者につきましては 86%。権利者合計では大変申し訳ありません。もう一度提出して説明します。同一については、所有者につきましては 83%、借地権者については 86% になってございます。そうすると、まあ、所有者でいうと、まあ、17%、借地権者でいうと 14% の人たちが、まあ、その後入ったのかわかりませんけど、だからまあやっぱり同意しなかった人たち、あるいは借家人の人がどうなったかっていうのは把握はしてないんです。委員長、再開担当課長。担当課長。権利者数で言えば、組合設立認可時には24名の方がいらっしゃって、権利返還の時点では、これ、所有権移転等があった関係だと思いますけれども、25件に増えていて、で15では最後に完成した時点では、22件になっているというふうに聞いてございます。それから、借地権は、認可時に7件で、権利返還時点で8件、15で2件というふうになっております。以上。ただに今、区で市街地再開事業の、まあ、検証やってますよね。5年でした。で、まあ、個人のプライバシーのことがあるんで、まあ、なかなか区としても、まあ、どこまで踏み込んで、検証できるのか分かりませんけど、再開発やって、その結果、完成はしたけど、じゃあそこに本当に行った人たちがどうなったかっていう、これは検証の上でもすごい大事だっていうふうに思うんですよね。なかなか区としてもそこまでプラカシの場ってできないっていうお話なんですけど、そういう、まあ、今お答えいただいたような中身を私はやっぱり再開発事業の検証の中に加えていくっていうのも
これからの町づくりを進めていく上でも非常に大事な数字だというふうに思うんですよね。ぜひその辺もまあ、いろんな工夫しながらになると思うんですけど、検証の一つにこう加えていくような形をぜひ取っていただきたいと、ぜひ検討もしていただきたいというふうに思うんです。いかがでしょうか。委員長、坂さんと課長。坂さん、先ほど、これまでもずっとですね、まあ、委員の意見のに、まあ、答えるべくいろんな検討をしているわけでございますけれども、市街災害事業で掌握できるのは、どちらかというと土地、建物に、まあ、所有権と思っている方は掌握できるんですけれども、その方がイコールお住まいになっている方と、まあ、同一ではないというところが、まあ、こういう問題の、まあ、分析をする上で非常に大変なところになってございます。それから、まあ、お住まいになっている方を、まあ、特定すると今度は、一旦出て行っていただいてまた戻ってきていただくわけですけれども、ご本人のお名前とかそういうのは変わらないとは思うんですが、住所がですね、変わってしまって、これをこう紐付けるということがですね、まあ、そういった意味ではその別のなんかデータをなんか作ってそういうことをしなければ絶対にできないような関係になってございますので、まあ、そういうことも含めて本当に どうやったら、まあ、ご指摘いただいているような中身を、ができるのかということについては、まあ、これまでも鋭意研究しておりますけれども、引き続き研究してもらいたいというふうに思います。以上。あと固定資産税がね、やっぱ5年経つと元に戻ってしまうということで、管理費が高かったり維持管理費と積み立て金が高くて5年経ったら引っ越しちゃうという方も、まあ、いろんな災害のところでいるわけですよね。そこでも検証の中でやっていくということが非常に大事で、そういう実態が本当にあるんであれば、その固定資産税の軽減策もね、もっと国に10年に延ばせとかっていうこともやっていくデータっていうのがあればできるわけですよね。そういうことも含めた対応をぜひ、まあ、難しいのは私も重々言ってて分かるんですけど、ただそこをやっていかないとね、街づくり一方で進めてて本当にみんなが住み続けられる街なんだって言っても結果そうでないっていうことになったら困るわけで、だからそこはしっかりですね、いろんな部門と、まあ、協力していただいてね、対応していただきたいと、まあ、強くお願いしておきたいと思います。他にご質問等ございませんか。はい、それでは他になければ報告事項4、浜松町1丁目地区市街災害組合の解散についての報告はこれをもって終了いたしました。それでは審議事項に入ります。はじめに審議事項1、請願が第13号東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる港区立白金地蔵有名敷地と港区立白金大幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないでいただきたいことを求める請願を議題といたします。当請願について何かございますでしょうか。はい、なければ本請願につきましては本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それでは本日